学校が始まりました、本格的に。だけどちょっと本当に、なんか本当はもっと、多分皆さんもだと思うんですけど、もっとバカなことしてほしいと思います。僕もちょっとしたいんですよ。そんないつもできるってわけじゃないんですけど、なんかね、タケノコの里で、すげえわ、キノコの山で山作ったり、なんかコーンフレークで風呂作ったりしたいんですけど、やっぱりちょっと時間といろいろかさばって、ちょっとまあちょっとも、なんかこう、違うんですけど、まあけど動画は出します。激辛ペヤングの新商品をちょっとささっとパクッ買ってきました。焼き、わからん、なんか、なんて言うんだっけこれ、エアコンうるせえ、なんて言うんだっけこれ、ほら、名前が出てこんな、ほら、そば、そば、違う、焼きそばやん、え、麦、え、わからんけど、なんかね、トゥース。もうここまで来たら焼きそばじゃない、だってもうほら、そうめんじゃないでしょ、なんだっけ、そばか、いいんかこれは。これで、はい、というわけで、またまた不思議なペヤングっすよ。わあ、色からもうなんか違う、色から違います。説明書見てもあんまり書いてねえなこれ、適当か、入れていいっしょ、温めてきます、温めてきます、お湯入れればいいんだ、じゃあ3分待ちます。はい、お湯切ってきました、バーンッ、で、こっからなんですよ、なんと、つゆをかけるんです。うわぁ、黒い、あ、そうだ、大事な話しよう、大事な話します。すいません、北朝鮮の人たち、本当に、ミサイルは撃たないでください、お願いします。ミサイルだけは本当に許してください。あー、食べるぜ、めっちゃうまい、これ美味しい、てかペヤングって大抵美味しいんですよね、なんかつゆがすごいうまいし、焼きそばにすごい効いてます、美味しそうでしょ、絶対これ食った方がいいっすよ。ミサイルだけは、どうかミサイルは撃たないでください。じゃあな。